ございます。今日も電動キックボードで颯爽と球場に入った新庄監督、練習前には雨竜町の町長から雨竜米の目録が渡されました。そしてその後こんなやり取りが。名刺だけ。あ、僕も名刺あります。私かと分からん。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつも応援しております。なんと新庄監督、報道陣にも名刺を渡すというサプライズ。なかなかかっこいいの、はい、これ今年。そうなんですよ、今年用で。去年立候補これどうですか。売らないでくださいよ。そうそうそう、なんだよね。新庄監督の名刺、思わず私もいただいてしまいました。裏を見てみますと、こういうの立候補さん改め新庄と書かれています。かっこいいですよね。名刺の表には監督新庄という文字、 S の部分は自身のイメージカラーである赤になっています。そして裏が背番号の1。おしゃれなデザインですよね。名刺にお金かかってんじゃないですかこれ。練習が始まると新庄監督は新庄ステージに上がり選手の動きをチェック。するとこんな発言が。長期はどうやったらやれないですか。これは万波選手の送球がワンバウンドだったためやり直しになったということだったんです。今シーズン新庄監督は繰り返し最少失点で抑えて守りの野球で勝つ、リーグ優勝するんだということを言っていますので、こういった守備練習に対しての意識の高さ、選手にこう徹底させようという意思を感じましたね。そして新庄監督はいろんなところに動いていましたが、今日は注目のルーキーがブルペン入りしたんです。キャンプ初日2番野手で出場したドラフト1位ルーキー二刀流矢澤選手、このキャンプ初のブルペン入りです。二刀流のドラフト1位ルーキー矢澤宏太投手がこのキャンプ初めてとなるブルペン入り。最速152キロの力強いストレートが武器の即戦力左腕です。新庄監督と稲葉 GM も見つめる中、矢澤投手はストレートや変化球を交え38球を投げ込みました。さあ、そしてこの選手は再び海へ向かったようです。さあ、今お昼の時間になりましたが、ポンセ投手が再びこれから海を楽しむようです。キャンプの前日に沖縄の海を、ね、満喫されていたポンセ投手、今日のお昼ごろ再び海にやってきました。ところが最初は海に入らず、このようにタブレットを見たり、あとはヘッドホンで音楽を聴いたりするなど、とてもリラックスした様子です。今加藤投手コーチがポンセの元に向かっています。海に入れと言わん、そういったポーズをしていました。海に入れと、ああ泳げというジェスチャーが見られます。加藤投手コーチの後押しもあり、海に来てからおよそ1時間20分後、ついにその時が。何待ちなんですかこれ。さあ今起き上がって、ポンセがダイブしました。さあ今起き上がってポンセがダイブしました。まさか海にダイブしました。そして背泳ぎでしょうか、いきなり泳ぎ始めました。1時間以上横になって寝ていたんですが、いきなり海にダイブ。再び沖縄の海に飛び込んだポンセ投手、およそ5分間海でゆったりとしていたそうです。そしてこのポンセ投手には昨日岡崎さんがこんなインタビューもしていたんです。海で泳いでるのがものすごく北海道で話題になってるんですけど。I like to swim in the ocean every day. Now I just have to hide it from everybody. できればもう一回撮影したいんですけど。Hey, show up whenever you can show up. You never know when I'll be in the water.